ワンピースこの靴誰のクイズ。はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうね。さあ、今日は、クイズでございます。クイズ、皆さん大好きクイズでございます。もう、う言うて俺が一番楽しいんだよ、これ。あの、今日はですね、佐藤さんに靴のね、クイズを作ってもらいました。靴のクイズね。要は、キャラの靴がバーンって出ます。で、その靴が誰のです。ああ、キャラをじゃ答えればいい。そうそうそう。いや、結構難しいと思うんだよ。でしょ。どっから来るの。いや、俺結構不安だよ、これ分かんない気がする。いけるいける。ちょっとその回答に楽しみだ。それでいきましょう。お願いします。いや、これどうですか。多分ね、コスプレイヤーさんとか強いと思うんだよね。いろんなキャラを多分見たりしてるから、はい、俺多分くまなくまでね、ちょっと見れてなかったりするからね。足は難しいから、ね、難しい、難しいって言ってる、まあ、一番難しいと言われてるけど、でもまあ簡単ですよ。言うてね。靴評論家の人に。何問？8問。8問結構多いな。まあ、早押しだと、K さん5度負けそうなんで。確かに今日、にわかの片割れがいないからね。相棒がいねえんだよ、今日。相棒いないから。今日は先生とどうぞ、じゃあポイント制で。じゃあポイント制で。OK、はい、OK です。じゃあ第1問、はい、いきます。こちら。そういうこと。なんで激ムズなんだけど。そういう、がっつりちゃんと抜いたんだ、これ。待って、これだけめちゃくちゃ難しくない？これ激なり激ムズだよ。割とこういうタイプのね、靴多いんですよね。このくるぶしから下ぐらいは多いんですよね、このタイプ。何これ、これ難しいよ。分かった。嘘でしょ、嘘でしょ。はい、できました。いや、ちょっと全然分かんないわ、これ。よし、これ勝つチャンスあるな、今回は。これやばいかもしれない。せーの、ワン。カルネ。キットそうじゃない気がする。とか言ってきっとったら恥ずかしいけど、カルネって誰ですか？パティとカルネです。サングラスの方。そうそうそう。1問目からそんな難しい。それはないと思うんだよね。残念です、こちら。難しい。ヒントヒントなの、これ。1問目だ。1問目から激ムズだった。これ難すぎでしょ。ヒント、5巻までに登場してます。5巻までに登場してる。何も考えない。もう逆にこれでいいじゃん。なんか分かった、なんか変に考えすぎかもしれないけど、次じゃあ間違えたらもうどちらも不正解でいきますよ。はいはい、はい、いきます。せーの、バゾロ。バギー。正解はゾロです。よっしゃー、分かった分かった分かった。よし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 。バギーじゃないの？バギーは絶対違うだろ。もっととんがってさ、バギー玉のとんがってバギーのイメージあります。そうそうそう。よしよしよし、分かった。もういいんだ、考えすぎちゃった、深く考えすぎちゃった。オッケーオッケー、いけるいけるいける。まあいけそうだな、でも。いやいや、間違ってるからね。いけそうだな。合ってんなら分かんないけど。よしよしよし、1ポイントいけるぞ、これは。分かった分かった。2問目。はい、2問目来い。こちらです。あー、はい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 。いや、分かる分かる。あ、分かった。うん、これは多分合ってると思う。うん、これは多分合ってる。B さんじゃないよね。いや、まあでも大ヒント、ちょっとヒントじゃない。はいはい、いきます。せーの、あ、シャンクス。シャンクス。おえぇ、ー、分かったの？どうだい、正解はシャンクス。よしよしよし。おいおいじゃない。そうですか。ちょっと喜んでしょ。喜んで足長と思って。カメラ蹴ったのって言ったら、サンクス。オッケーオッケー、やったー。あ、すごい。え、なんで分かったの？サンダルだから。でもなんか B さんっぽいイメージだったんだけど、はいはい、あんなこんなんなんだ。そうそうそう、あのね、なんか丸がポチポチ赤いっぽい B さんっぽい方を持ってくる。こうなんだね。こういうやつなんだね。イエーイ。これは分かった。あ、面白い。これ2ポイントでもいい。ないない。じゃあ俺結局さ、奪わないからね。俺も正解してるんだから。いきます。はい、3問目こちらです。おー、はいはいはい、多分合ってると思う。え？わかんないよ。ケイさんの好きそうな色ですよ、靴は。確かにこんな靴履いてる。ケイさん確かにこんな靴履いてるよ。5巻まで。いやいや、なしだよ。お前いきなりヒント求めんじゃない。いや、いけると思いますよ。いや、いけるよ、これはいけると思うよ。頑張って。はいはい、いいですか。せーの、はい、あ、おお、いやいやいや、合ってる。わかってんじゃん。合ってる。正解は嘘です。よかった。すごい。意外と。いやいやいや、
なんかこれすごいな、勘で当てられた人と同じなのすごい悔しいんだけど、なんかやったすごい、クッズクイズ意外と、え、ウソップなの、ウソップだよ、イエーもう俺すごいじゃん、いやすごいな、なかなかやるな、イエーイ。4問目です、はい、よし来い、こちらです、はい、あ、待って、はいはいはい、はいはい、何これ、ちょっと待って、クロックスで、クロックスではないんですか、本当は。え、もう分かんないな、誰も分かんないな、うわ、これ難しい気がするんだ、名前分かんないな、名前が分かんない、絵ではいい、いや、絵で描けんの、名前が出てくる、逆に絵で描けんの、顔は出てきてる、顔は出てきてるって、何その、絵で、いやいや、また違うタイプのクイズになってないですか、顔は出てきてる、顔は本当に、いやいや、はい、はい、いいんですか、はい、いきます、せーの、はい、海軍の人、あの人よ、名前見ちゃって見せないようにしよう、俺指輪いっぱいつけて産地のところに出てきてさ、フルボディ、そう、それそれだ、フルボディ、それこれ 0.5 点です、名前出てないフルボディ、俺ヘルメットかなと思ったんだけど、え、どうこれ、残念、あー違うんだ、難しい、フルボディじゃないの、残念、フルボディではないですが、うん、ヒントは海軍ですね、やっぱそうなんだ、もう1回ですよ、もう一回、うん、で、次どっち間違ったらなしです、はい、じゃあこの絵に描くね、難しいな、海軍、あぁすんごい笑顔、すげーやろうだな、あー、もう一回見て、はい、分かった、分かったかも、誰、はい、できた、もうこの人かな、じゃあやべえ、俺もちょっと自信ない、行きましょう、せーの、バン、キザル、正解はキザルです、え、俺はあの、うん、ジャンコやったー、悔しい、悔しい、これ、いや、すごい、姉ちゃんも並ばれたい、並ばれたい、やばい、ちょっとやばい、やばい、まさかの、ついにクイズ、靴強いの、何その靴強いの、すごい、いや、面白い、難しいわ、5問目はちょっと、早押しクイズにします、早押し、急に、急だな、急に早押し来たよ、はい、いきます、はい、ずるいでしょ、いいですか、え、これ黒帯、残念、ジンベイ、ジンベイ、残念、チュー、正解、いやもう巨人で攻める、いや最初アーロンからの声、アーロン確かになんか葉っぱがふさふさしてた気がする、早押しはずるいでしょ、チューなんか一個も出てこない、言葉も出てこない、言われて出てきたよ、6問目です、はい、はーい、いきます、はい、こちら、あーちょっと分かっ、あーでも違うか、ちょっと待って、え、何これ、もうこれでいくわ、一旦、うん、これでいくわ、え、何これ、全然分かんないよこんなの、はい、OK、 はい、いきます、せーの、バン、片栗、リバル、残念、あー無理じゃないし、え、なんだろう、ヒントはですね、インペルダウン編で出てますね、インペルダウンで出てるの、はい、よし、じゃこいつで俺行こう、いやもういいよ、俺じゃこのもう色味もやっぱ色味も大事だもんね、絶対、うん、もう噛んでいくしかないの、これいきます、はい、せーの、イワンコ、イワンコじゃないよ、イワンコじゃない、俺もいや自信ないけど、ハンニャブル、正解はハンニャブル、うおしっかー、今のこの緑じゃないもん、上の方、あ、グラサンがやばいハンデとなった、上のちょっと緑なんか、ここにちょっと緑っと全部黒に見えるよ、俺上の方よく見たら緑なんです、そうなの、完全にもう今の色でいったわ、ちょっとむずいな、今もう7問目です、7問目だ、はい、まだ、あ、K さん抜くチャンスある、十分にあります。あんの？まだあんの？次です。はい。はい。いきます、はい、7問目。はい。こちら。ああ。何これ、誰、何言う、グラさん完全にハンデになってんじゃん。黒に黄色のベルトが2本。難しいこれ。わかんないな、これはむずいわ。はい、こいつに行こう、
あーでもなんかまあっぽいっちゃっぽいのかな、人がね。はい、いきます。はい、せーの、ダン森谷コビー。残念。あー難しい、これ難しいわ。主要キャラです。主要キャラどういうこと。主要キャラ、ヒロ、ヒロ主要キャラ。主要キャラって何、どういう意味。いや、メインです。もうそれがヒントで、だからメイン。はい、はい、いきます。せーの、はい、ブルック。うわ、かぶったブルック。正解です。意外とすごいな、ヒントがすげえ。よーし、最終問題。最終問題、はい、じゃあさんの 1.5 点でお願いします。俺が外して君だけ当たれば、俺が外して君だけ当たればサドンデスだから、サドンデスに持ち込める権利が得られます、これで。そういうこと。そんな甘くないですけど。世の中ね、世の中やっぱ甘くないからね。いきます、こちらです。あ、はい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 。やばい、ちょっと、はいはいはいってもう終わりじゃないよ。はいはいはいじゃねえんだよ。今終わりじゃないよ。ごめんなさい。やばい、終わりですよ。じゃあケイさん正解したらもう一問さ、もう一問。いや、わかんないよ。もういいよ、判断がいい。これはね、確かにいい問題。ただね、俺は知ってたの、これ。これね、わかんないと、もうわかんないです、たぶん。嘘。これ知らないとわかんないと思う。じゃあちょっとヒントくれよ。ヒントは、イーストブルーです。広すぎるだろ。イーストブルーで、イメージだと黒い靴履いてそうです。すごい黒い靴履いてそうな人。確かに。誰よ。でもこれ超絶ヒント。超絶ヒントです。あ、いやなんか、いや違う気がするな。はい。いいですか。じゃあ最終問題いきます。せーの、バン、黒。ミスタージュ、いやイーストブルーじゃん。履いてそうですもんこれ。確かに。ミスタースリーが履いてそうだもん。履いてそうじゃん。はい。黒です。やだー。わかんないよ。黒変だよね、靴ね。黒変なの。これ変だ、ね、いや難しい。やったー。でもその割にすごいさ、正解率高かったよね。けど高かった、高かったよね。まさかそこをちゃんと答えに行ったんだ。いやー、いやーそう、残念でした。次は相方を連れてくるぜ。確かにすごい、相方で言ったら100人力みたいな感じ。あの適当な男。はい、どうでしたでしょうか、皆さん、はい、皆さん分かりました。結構難しかったよね、これね。結構難しかったと思うんですけど、皆さんどのくらいだったでしょうか、ぜひコメント教えてください。はい、どうでした。今日も見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。明日も楽しもう。もうどうぞ。レキムズだから、お願いお願いします。チャンネル登録お願いお願いします。そしたら